マーク・イングリスマーク・イングリスは、ニュージーランド出身の登山家、環境学者、ワイン醸造家、演説家、ハンマースプリングス生まれ、リンカン大学で生科学を専攻、同大学にて学士号を取得後、白血病の研究を行う。1982年11月、青キマウント、 クック国立公園のクック山を登山中、吹雪のために登山パートナーのフィリップ・ドゥールと共に、高陸屑に14日間立ち、王女をドゥールと共に、両足が頭傷になり、救助後に膝から下を施設断する。2000年のシドニーパラリンピックトラック1000メートル自転車競技で銀メダルを獲得。2002年1月7日、クック山に両足義足で再挑戦し登頂。 この模様は、ドキュメンタリー映画ノーミーンフィーチャリングザ・マーク・インレス・ストーリーで記録され公開された。2003年、ニュージーランドメリット勲章を授与される。2004年9月27日、超優登頂、両足義足者史上二人目の8000メートル超登頂。2006年5月15日、エベレスト登頂、史上最初の両足義足者登頂成功。2009年4月、 林間大学より名誉博士号を授与される。ありがとうございます。